フレデリック・トゥルビー・デイビソンフレデリック・トゥルビー・デイビソンはアメリカ合衆国の政治家アメリカ中央情報局で人事部長を務めた1896年2月7日デイビソンはニューヨーク州ニューヨークにおいて銀行家ヘンリー・ポメロイ・デイビソンの息子として誕生したデイビソンはマサチューセッツ州のグロトンスクールで教育を受けたデイビソンは イエール大学に進学し、1918年に学士号を、1921年に修士号を取得した。レイビソンは秘密結社、スカルボーンズに所属した。レイビソンは海軍の航空活動に魅了され、イエール大学の学生仲間と航空部隊、ファーストイエールユニットを組織した。部隊は合衆国海軍の航空部隊に組み入れられ、 海外派兵活動に参加した。この部隊は歴史上最初の海軍航空予備隊であると考えられている。デイビソンは訓練中の事故により重傷を負った。そのためデイビソンが実戦に参加することはなかった。だがデイビソンは部隊において積極的に活動に参加した。デイビソンは週刊誌タイムにおいて年月日号の 表紙となった。陸軍時間補への就任宣誓を行うデイビソン・デイビソンは1922年に弁護士として認可を受けた。デイビソンは共和党に所属した。デイビソンはニューヨーク州においてナッソー軍第二選挙区から集会議員に選出された。デイビソンは1922年から1926年まで集会議員を務めた。 1932年、デイビソンは、ニューヨーク副知事に立候補したが、落選した。デイビソンは1926年から1933年まで、航空担当の陸軍次官補を務めた。デイビソンは1933年から1951年まで、国立アメリカ歴史博物館で館長を務めた。1940年、デイビソンは、 共和党全国大会にニューヨーク州の代表代理として出席した。デイビソンは1951年から1952年までアメリカ中央情報局で人事部長を務めた。デイビソンは1974年11月14日夜にニューヨーク州ロングアイランドのローカストバレーにある自宅で死去した。ありがとうございます。